パーパーパーちゃまでございます。いろいろなコメントありがとうございます。ということで、今日もね、昨日の仏のちゃま、コメントを見ていこうと思います。ちょっと短めに行きましょうね。まあ長い、確かに14分ぐらいあったからな。あれは確かに長かった。日巻さん、ちゃまさん、無課金で始めたら再生回数10万いきますよということで、いや、ガチャ動画がね、比較的伸びてるんだけど、それでも無課金で行った方がいいのかな。まあそれ人それぞれだと思うんだけど、まあ無課金の動画が楽しいっていう人もいるだろうね。ただガチャ動画の、方が楽しいっていう人の方が多いような気がします。みんながね楽しくやれるように、みんなが楽しくね求めているものをねやっていきたいと思います。ゲームラブさん、オスカルなんとか監督強いですよということで、下気になるね。オスカル何か教えてください。トナオさん、動画面白かったです。仏もやったし、イケボ面白かったのでまたやってほしいですということで、じゃあ今のところ武器として仏、イケボ、スパルタ、あとそんぐらい、まあ持ってます。どんどん増やしていきたいですね。はい。で、まあ、勝ててるときは、それで、まあ、プレイ自体もね、魅了できるはずだから、それでいいはずなんだけど、負けててつまんないサッカーしてるとき、やっぱこういう武器を使っていかなきゃいけないんでね、いろいろ工夫してるし、みんなもね、いつものちゃまくんの方が面白いよっていうのもわかるんですけども、まあ、この時期、ウイレがね、もうすぐ発売で、2017に意識が移っちゃってるんで、いろいろやってちゃまを愛してもらわないといけませんので、少々、まあね、その辺も、分かってくださいと。フェルナンド・トーレスさん、またオンディビやってくださいということで、オンディビもね、裏でやってますんで、はい、動画にはしてませんけども。レート戦になるよっていうね、タイミングが来れば、やりたいと思います。今のとこね、最初からまた始めて、開幕何連勝できるかなっていうので、8連勝して、1引き分けして、2勝して終わりかな。うん。だからまだ負けてない。まだ負けてないのが、チャマくんの心の拠り所。ピースグリーンさん、ウィニングイレブン2017でも無料のマイクラブ出ますかねということで、多分出るんじゃないかな。うん、まあ多分出るけど、まあ僕はコナミじゃないんでよく分かりませんけども、うん、まあ出るんじゃない。ここ2作出てるんでね。うん、ただまあ分かりません。なってみないと。おっさんの弟子さん、どうやったらそんなに選手の体力たまるんですか。取って持ってるんですけど、5分経つと体力全部なくなるということで、多分毎回回復というか、フルマックスでまで回復しても5分でダメなのかな。それムービングで走らせすぎかな。うん、ムービングするとめちゃめちゃ体力減るんで、ここぞという時だけ使ってください。木崎歩さん、いつものチャマの方がええで、チャマの味方いっぱいあるぞということで、ありがとうございます。いろいろね考えて、まあ僕はみんながね味方してくれてるのは分かってるんでね。でアンチも何もかも低評価つけるだけの人もいると思うんですけども、再生数1には変わりませんですからね。見てくれてる人は見てくれてる人として、もう本当にありがとうございます。その気持ちでいます。ユーマンさん、仏はいいからスパルタやれってこと。まあいろいろね、昔から見ていただいてる人はスパルタとかもね知ってると思うんで、お楽しみにしていただけたらと思いますね。ゆいちさん、いやサムネのチャマもイケメンですな。ブルーハーツは僕も刺激を受けましたよ。河本ひろとさんは尊敬してますということで、いくつぐらいの人なんだろうね。この人が若い人だったらすごい嬉しいよね。あ、ひろとそんな昔から人気ある、昔じゃない、今の高校生とかにも響いてんだなみたいな。吉田総さん、 TS ってどうやったら上がるんですか。試合をしたら上がります。はい。それ以外にね、飛び級で上げる方法とかないんで、コツコツやるしかないですね。もう噂によるとコム戦で切断したらマナーレベルも下がらないし、試合をすぐ終わらせられるから早く TS が上がるなんて話もあります。まあでもね、それをねコナミが見てて不正なプレイをしているということでバンしてくる可能性がなくはないんで、自己責任でお願いいたしますね。龍也さん、チャマ君コパアメリカ出ないんですかということで、まあ予選は出たんですけど敗退してしまいました。はい。まあ今年はやれるかななんて思ったんですけどね、うん、ちょっと甘かったみたいですね。来年じゃないか、2年後、4年後だっけ、4年後か。頑張ってもう一回チームを作り直していきたいと思います。あとね、なんだっけな、おもろいコメント一気あったんだよな。なんか忘れちゃう。あ、同点について語ろうとも、仏の気持ちになろうとも、試合に勝てないチャマ、見てるこっちが仏頂になりますということで、ちょっとおもろいこと、ちょっとうまいこと言われたなーと思っちゃって、ドキッとしちゃったんですけども。コメントはこの辺にして、今日もチャマ、行きましょいわっしゃい。
ういうのあんま好きじゃないんだけどね。パチャマでございます。昨日ね、仏のチャマということで、優しい仏の心で全てをね受け入れてやっていこうと思いましたが、それではね、何も解決しませんでしたわ。やっぱりね、最近思うことがね、選手を甘やかしすぎたんじゃないか。ちょっと選手に甘やかしすぎたんじゃないかと、そう感じておりますよ。ちょっと厳しく、やっぱチャマくんカップも終わって、あとはもう消化試合みたいな空気がこうチーム内にも流れてるような気がするんで、いやお前、お客さんこんだけ見に来てんだから、プロだろお前らっていうことで、厳しくねやっていこうと思いますよ。まあ全然ね、今正直コストとかも考えてこのメンバー選んでるけど、あるよ全然降格っていうのを、もいっぱいいるよっていうのを言っといてあげたい。だからほら、消極的なプレーするようなやつ、変なとこでパスミスとか、どんどん潰していくからな。行くぞお前。まずネイマールはまあ良かった今の。ただこれ1点でこれね、落ち着いてるようではこれ勝利、勝ちたい気持ちが足りないと。ほらほら、もうプレスが行かないんだったらもう行くで、なんかもう行かないんだったら行かない、行くんだったらちゃんと取ると。でそこのケアも全然していかないと。やっぱりダメだよそのパス、なんだそのパスは、気合が入ってないよ、動きを見てない相手の。もういい、そんなんだったらいい、全然他いるからね、もう帰ってもらって結構ですよ。はい、動け動け、ベイル、イブラ、お前なんだ、お前フォワードだからって守備免除した記憶一切ないからな。おい、サンチェス2本目だぞ、おい、やる気ないんだったらいいよ、サンチェス聞こえてるか、おいサンチェス。そんなふぬけたパスでね、このプロの厳しい世界やっていけると思う、大間違いだぞ。おい帰るかサンチェス、ほらネイマール頑張ってる、こんな体あって無理にパス通そうとしてさ、あそこでなんでサンチェスが周りいてやれないの、なんであそこいてやれないの、ほんとほら中だよ、中見るよ、中、ほらクルトワの頑張り、お前がサンチェス、お前が守備サボるからこういうことになっちゃってんのよ。ね？次最後だぞこれ。分かってるよなこれ。危ないほら。クルトワこんな頑張って。えらいことだよこれ。チームがね、やっぱりチームはこれ頑張っていかないとさ、結局は。一人でもやる気ないやついるんだったらもうそれチームじゃないよ。俺こんなチームね、チャマンジェイズは最初発足時、こういうチームを作りたくてね、お前ら集めたわけじゃないの。そうさ、そっからほら見てたよ、通りはしなかったけどさ、このイブラのねチャレンジ精神、点を取りたいって気持ちが溢れてたじゃん。だそういうとこ、技術でさ、うまい下手言ってるわけじゃないのよ。うまいからどうとかじゃないわけ、下手だからどうとかじゃなくて、勝ちたい気持ちがあんのかって。ほらでこれイブラもさ、みんなうまいよそりゃ、お前らうまいけども、気持ちがなかったらね、気持ちっていうのがそのガソリンですから、それがないんだったらもうやっていけないよって、それを言いたいわけよ。そこでさ、ほらデブライネもさ、パスミスで取られちゃったけど、すぐこれ守備やってね、終わってねえぞ、まだ俺は終わってねえっていうので、やっていくわけじゃん、ね、気持ちよ、だから、集中しろ、お前ら、分かるか、勝ちたくねえのか、ほら、オッケー、全部クルトワだわ、全部クルトワ、ね。でネイマール、サンチェス、この辺はまあ頑張ってますよ、頑張ってるけど、違うんじゃねえかな、サンチェスが一人ね、最近やる気がないの、俺見てっからな、本当に。で、サンチェスは今までずっとね、2軍だったのよ、それをね、最近久しぶりに1軍に上げて、満足しちゃってる、はっきり言って、そんなんだったらいいよ、
そんなんだったら帰ってもらって結構で、他のやつもサンチェスだけじゃないからね、こういうのはサンチェスだけじゃない、全員にこうやる気を見せてもらわないと。クルトは頑張ってるよ、あ、ベイルも頑張ってる、ああやってで、サンチェスここで1枚2枚かわして、そうそうそう、ほら見えてないじゃん、パスのコースを。今3つあったよ、ほら、何そのプレーに何の進展もない。あ、ここ、そうそうそう、で、そういうことをずっと教えてたよね、そういうことなのよ。サンチェス、やっと顔、今変わったもん、あのセカンドボール転がってきたあたりで、その顔ずっとしてなきゃね。で、お前守備大事だからな、そこ1枚目やられるかやられないかで後ろがずれてくる、こうディフェンスのね、最後負担が変わってくるから。で、まあ無理にね、そこでボール取るとは言わないけど、そこでどんだけやれるか。ほら、しょうがない、今のはチャレンジだから。イブラすごい頑張ってる、イブラすごく可愛いの、本当に。サンチェスに点決めてもらわないと納得いかないよ、これ。スポンサーとかオーナーとかがさ、納得いかないわけ、これ。で、今のもね、サンチェスですよ、結局は。やられたのが、サンチェスがちょっとサボってたわ、今完全に。で、もう後からもう後手後手、全部もうどうしようもないっていう状況。ほら、サンチェス、サンチェス見ろ、ほら、イブラの奥、奥、中だから、奥、奥、中で、キーパーも完全にあれ、イブラ手前なのに奥行ってたわ。そういうことだから、賢いプレーだから、もうバカ真面目にやれって今言ってはいるけど、それがお前に今足りてないだけで、それだけでいいとは言ってないんだよ。このイブラのクレバーさ見てほしいね。で、やれないんだったらもう帰っていいよ、これ。本当に女の子とデートしてた方が楽しいよ、そりゃそりゃそうでしょ。勝てないさ、勝てないサッカーって何が楽しくないですよ、そんなもんは。誰が楽しいの、誰も楽しくないですよ。じゃあどうすんの、勝たなきゃ意味ないだろって、勝たなきゃ意味ないだろ、どうすんの、頑張んなきゃいけないんだろって、そういうことなんだよ。気持ちをさ出していかないとね。言ってること俺間違ってる、俺間違ってること言ったでしょ。で、損するの誰、お前だよ、サンチェスお前だよな。俺いいんだよ別に、こんなさ、俺だって人間だからニコニコやりたいよ、ニコニコ楽しくやりたいよ。じゃあなんでそれやんないのって、お前らに勝ってほしいからだろ、違うか。ほら頑張って行け、もうどんどん前行かないと。サンチェス、なんでそんなとこ行ってどうすんの、ここでもらって何ができんの、ほらできないじゃん。お前何なんだよ、お前頭働かせろって。ほらほらほら、ネイマール見ろよ、ネイマールのこの賢いプレー見ろよな。いいんだよ別に、俺はお前らがやりたくないって言うんだったらやめていいんだよ、別に強制してないし。うん、だからってさ、そこで諦めんなら、お前もう決めなよ、今決めなって。だからやるのかやんないのか、でやるって言うんだったら最後までやるよ。そうだろ、サンチェスいいぞ。そういうプレーを最初から見せないと。スタートで出てるっていうのはさね、出れてないやつの気持ち考えたら、ああいうプレーにはならないはずでしょ。で、デブライネここ読んでるからね、ここがやっぱスタートの違いよ、ここがスタートとの違い。で、こう、今さ、今見たね、スライディングで削っておいて、スパキャンで離れて、ファール判定取られないように。まあ、相手はもうずる賢くやってきてるよ、勝つために。で、あれはね、もう、まあ、いいことではないよ、確かに。ただ、その勝ちたい気持ち、そういうことしてまで、勝ちたいっていうのはさ、それはそれで評価していいんじゃないのって俺は思っちゃう。はい、いい、いいよ、よく絡んでる、よく絡んでる、ほら。ただ最後そこにいたの誰、ネイマールでしょ。なんでそこに走り込めない、サンチェスは。やる気があったとしても、それが俺に伝わってなかったらないのと一緒だから。じゃあ俺もさ、
悪循環じゃんそれは。いや、チャマ君なんでそんな言うのかなみたいな。俺やる気あんのにな、頑張ってんのにな。いやでも伝わってないから俺言っちゃうじゃん、女の子と遊んでた方がマシって。そしたらもう誰も幸せにならないよな。わかるかお前、言ってることわかる。俺おかしいこと言ってるかな俺だろ。いつさ気持ち変えてくれんのね。待とうか、待つ俺。いつ今日中に決まるね、今日中に決まる。しっかりやろ本当にね。他のやつだってこれこ俺ちゃんと怒ってるんで萎縮しちゃってんじゃんこれ。どうすんのこれ、お前の責任だよ。すいませんじゃないよ、すいませんで終わらないからね。チームってなんだろうって考えていかないと。ほらこけちゃってベイル、あんな頑張ってんのに。はあ、なんどうしたらいいんだろうね本当に。俺わかんないわ、俺わかんない。もうここまで行って伝わんないんだったら俺にはもう無理、できない。うん、やめた方がいいと思う。俺だって帰って女の子と遊びたいけど。お前らは最初勝ちたいですって言ったからこういう風にね、毎日来てさサッカーしてるわけだけど、その気持ちがないんだったらもうやる意味ないよね。うん、帰ってもお前帰って女の子と遊んだ方が絶対楽しいから、そっちの方が楽しいに決まってるよ。こんなさ試合で辛い、怒られて誰も得しないでしょ。怒られるためにお前サッカー始めたわけじゃないじゃんね。何のためにサッカー始めたのって、上手くなりたいからじゃないの、それ上手くなって勝ちたいからじゃないの。じゃあどうするのか、答えはもう一つじゃん、はっきりしてんじゃん。そんなの分かりきってるよ。危ないことするけど、アバーテもほら俺怒ってっから萎縮しちゃって判断間違ってんじゃん。そうやってちょっとずつチームの歯車崩れていくからね、マジで。ほら、空いてる。クリホビアクがいるからいいやじゃないんだよ。ね？教えてあげないと、声出していかないと、全然声出てないもん。始まってから90分、全く声聞こえてこない、お前らの。どうすんの？変えちゃう？もう疲れた？疲れたから走ってないの、そんな。みんな疲れてるよ。80分。みんな疲れてるよ。でも頑張って走るじゃん。俺に文句言われたくねえからだろ。このクソ親父うるせえよって。その気持ちがあるからじゃないの？ほらもう。こんな疲れてんのにオフサイドだからね。なかなかいないよ今。こんな疲れて86分オフサイド出しちゃうやつ。戻りオフサイドじゃないよ、裏抜けようとしてのオフサイドだから。ほらめっちゃ気持ちよくなってんじゃんネイマール。ワントップでやってみるかサンチェス。無理だろな。じゃあ今のポジション頑張らなきゃいけないじゃん。でババンギタも本当はウイングの選手だけど、セントラル出して文句言わないでプレーするよ。お前だけだよ、なんか勘違いしてるよそれは。違くねえかな本当。やっていこうこれ本当に。一つ一つさ、最初からじゃ上手いやついないから、一個一個こう一軍とさ、こう一軍とこう絡んでいこう。そうそのプレーは上手いじゃん、どんどん出していかないと。で言ってこうチームメイトに、俺これできるよって、これはできないけどこれできるよって、どんどん言ってこう。そうサンチェス、そうついてこられちゃってんじゃん。押せよディフェンスをグイって、走る前に一瞬押したりとかさ、クレバーに行かないと。90分こうやって見てきたけどさ、まあ俺には伝わんなかったね、はっきり言って。サンチェスがその今こうやってすげえ頑張ってますみたいな顔で見てるけど、もっとやれると思うんだよね、うん、今評価点 6.5 でチームでもまあまあ高い方だったけど、もっとやれると思うんだよね。もっと絡んでいかないと。そこじゃないやっぱり、こう自分を出せないんじゃん。
うん、まあそれで終わりで、いや俺これでいいんですって言うんだったら俺もう何も言わないわ、何も言わない。ただ試合には出れないからな、ほんと。まあちょっと考えて、ほんとに今後どうするか。でお前が本気にやる気になったんだったら俺はちゃんとそれ受け止めるから、うん、ちょっと考えて、まだ時間あるから。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。